マギルーの本名、マギラニカっていうのね。ええ、そうよ。居場所なしのマギラニカ。居場所なし？あの子は強い霊能力を持っていてね。生まれながらに私たちが見えたのよ。けど、その力を気味悪がった家族に、赤ん坊の頃に捨てられたらしいんでふ。そんな。そして、悪徳一座に拾われて、見せ物にされた。はい。僕はその頃姉さんに捕ま、出会ったんでふ。小さな子供が面白半分に言われ、笑われ、怖がられ。どんなに傷ついたか想像もできないわ。きっとこんなのでも味方が欲しかったのよ。こんなのは余計でふ。でも、逃げ出せたんですよね。一座が事故にあって。あの事故は、メルキオル様が仕掛けたんでふ。え？不思議はないわね。メルキオルは自分の後継者たりうる人材を手に入れたがっていたから。世界を救うために、ですね。グリモワール、あんた、メルキオルとどういう関係なの？メルキオル、というより、先代筆頭とちょっとね。けど、あの子たちの仕事には踏み入っていないわ。プライベートの話は、シラフじゃできないけど。マギルーは、メルキオル様の下で修行し、特等大魔師になったんですね。そうでふ。姉さんは、それはもう頑張ったんでふよ。マギラニカ・ルーメービン。メルキオルの養女として生を与えられ、あの子は初めて居場所を得たのね。けどその名も心と共に砕け散った。メルキオル様は、最後の試練に失敗した姉さんを、あっさり捨てたんでふ。ビエンフーが抜け殻だったあの子を私のとこに連れてきたのよ。で、私の元でしばらく過ごした後、ある日突然姿を消した。あとはあんたたちの方が知ってるんじゃない？そのようね。あの子のことをお願い、なんて言わないわよ。頼まれたって拒否するわよ。柄にもなく他人の昔話をしちゃったわ。悪かったわね、マギル。マギラニカの話じゃよ。どうでもいいわい。この機会に一つ聞いてもいいかしら。あなたの心が壊れたのはメルキオルの術に屈した時じゃなくて、メルキオルに捨てられたと気づいた時なんじゃないの？どうじゃったかの。もう忘れたわい。マギラニカの思いは、今のわしは最下の犬種に組みする悪の大魔法使いマギルーじゃからの。お姉さん、僕も一生ついていくでふよ。おっとビエンフ、あぬしよくもわしの過去をペラペラ喋ってくれたの。ビー、なぜ僕だけ？問答無用じゃ。ビーン、やっぱりマギルー姉さんはこういう人なんでふね。あんたは見つけたのね、あんたの心の居場所を。聖堂で懺悔したら、聖主が罪を許してくれるのよね。ここで話せば、私の言葉はカノヌシに届くのかな。そういう仕掛けはないと思う。聖堂は地脈点にあるわけじゃないし。やっぱりそうよね。何か伝えたいことがあるの？口のお礼、言いたかったのよ。それに、これから私がすることの。ベルベットが言いたいことは、ラフィーには伝わってたと思うよ。なんでそう思うの？だって僕には伝わったから。フィー、精霊は人の祈りを受けて加護をもたらす存在だ。お前がここで祈ることはカノヌシには届かなくても、
ライフィセットの力になるはずだ。じゃあ一つだけお祈りするわ。どうか。よう、先に進む気ならやめた方がいいぜ。なぜ？この先のハリア村にヤバいゴーマが住み着いたんだ。棍棒を持ったでっかいトロルでな、いくつもの村がこいつに滅ぼされてる。棍棒を持った巨大なトロル、ひょっとしてそいつは大きな宝玉を身につけていませんか？あちこちのお宝を狙って襲撃を繰り返してきた強欲なやつだ。そのゴーマは、エレノア、
顔が真っ青だよ。何かあった？いえ、何でもありません。そう、エレノア、パートナーならライフセットが本気で心配してるってわかるだろう。俺たちには内緒でも構わんが、こいつには正直に話してやれよ。六郎の言う通りですね。ごめんなさい、ライフセット。うん、僕こそ力になれるかわからないけど。聞いてくれるだけで十分です。さっきの話に出たゴーマは私の村を襲ったやつかもしれないんです。それってエレノアの胸の傷をつけた？はい、村を襲ったのは大型のトロルの群れでした。そして奴らの目的は村の聖堂に祀られた宝玉エレノアだった。お前と同じ名前だな。エレノアは光という意味なんです。暗闇でも輝きを放つエレノアは村に加護をもたらす宝として代々大切にされていました。村がゴーマに襲われた時、母と私は宝玉を守って逃げたけど、追いつかれて私は傷を負い、母は私を助けるために宝玉を使っておとりになって死んだんです。なるほど。噂のゴーマが持っているのがエレノアなら村を襲った犯人、そしてエレノアのお母さんの仇。そうなります。敵討ちなら付き合うぞ。手強い相手らしいしな。勝手に決めるとベルベットに怒られるが。付き合ってもいいわよ。復讐したい気持ちはよくわかるし。私はそんなことのためにタイマシになったんじゃありません。そんなこと？家族の復讐がそんなことだって言うの？私の母は、母は最後に強く生きてと言い残しました。私はその言葉通り強くありたい。今はモアナの薬を探すのが先決、それだけです。別に無理強いはしないわ。その代わり、仇を私が食らっても文句言わないでよ。強くなきゃいけないんです、モアナよ。お母さんのために。うぐ、また嫌な感じがしたのか？うん、噂のゴーマはおらんようじゃな。今のうちに薬を探しましょう。あった、多分これよ。見つかりましたか？ええ、なんかメモがついてた。メモ？薬の作り方ですか？違うわ、注意書きみたい。この薬はとても苦く、モアナは飲むのを嫌がります。私が留守の間に娘が熱を出した時は何とかして飲ませてやってください。その方法は。こいつ宝玉をつけてるぞ。エレノアです。じゃあこいつがエレノアの。うわあ、なあ、待って、援護するわよ。おら、やめろ、やめろ、やめろ。落ち着いてエレノア、敵を前に無理言わないで。全力で助け出しするしかないぞ。うん、
見切られた。よろしく。好きにさせん。行くぜ。もらえるか。スプリットステップ。よろしく。よろしく。左のジェック効果点から出せる。こいつはどうだ。無視しまった。ふん、重ねかけろ。効果点かげつまる。じゃプロンが無理。山田ロール。クラスター、クラスター、見切られた。ブリッドステップ。なんて、ほら、俺は見切られた。魔王エルド逃がすかよ。鎧の逃がすかよ。見切られた。支援冷却全力。感情だと思う。そうですよね。でもだとしたらモアナも、モアナも真実を知ったら私を憎んで殺したいって思うんじゃないでしょうか。それが自然な感情です。私はそれが怖かった。あの子のためなんて言いながら、本当は自分のために嘘をついていたんです。そんな醜い私がモアナに襲われたら、自分のためにあの子を殺してしまうかも。エレノアはそんなことしないよ。きっと殺してしまいます。だって私は母親を犠牲にして生き残ってしまったモアナに、そんな人間に救いがあるなんて。
信じてないんだから。そうか、エレノア。あんたもずっと苦しんでたのね。強く生きてって言われたのに、お母さんの命を犠牲にして生き残ったのに、なんて弱くて自分勝手。ごめんね、モアナ。ごめんなさい、お母さん。いかん、エレノアから汚れが。ダメだよエレノア、そんな風に背負い込まないで。このままでは器ではいられなくなるぞ。いいじゃないか、好きに吐き出させてやれよ。バカモン、ボウもドラゴン化して全員蹴散らされるぞ。薬の飲ませ方、その1、甘いオブラートに包む。でもオブラートだけ舐めて薬を吐き出すことがある。その2、嘘をついて食事に混ぜて飲ませる。でも最近は知恵がつき、簡単には騙せなくなってきました。その3、鼻をつまんで無理やり飲み込ませる。体力勝負、時々指を噛んでくるので要注意。こんな時になんじゃ。それは薬と一緒にあった。そう、モアナの母親が残したメモよ。巫女の仕事のためにモアナを残して留守にすることが多かったんでしょうね。高熱は精神的な不安が原因で、薬と信じているこの苦い木の実を飲むと落ち着きます。ダダをこねてご迷惑をおかけすると思いますが、どんな手を使ってでも薬を飲ませてやってください。わがままな娘ですが、とても寂しがり屋で心の優しい子なのです。どうかどうか助けてやってください。お願いいたします。お母さん、モアナのことをこんなになかなか身勝手な母親だな。母親だって聖人君子じゃない。必要なら嘘もつくし、腕力だって使うわよ。中途半端な覚悟じゃ子供は守れないんだから。子供を守る覚悟。落ち着いたようね。はい、すみませんでした。でどうするの。メディサとモアナの母親に頼まれたこと、私がやらなきゃ。うん、私がやります。やらせてください。いいわ、好きにしなさい。よし、急いでモアナのところに戻ろうぜ。フィー、汚れの影響は大丈夫？うん、僕は。けど、エレノアは。あいつは何とかするわよ、自分の力でね。真面目に生きて、真面目に汚れて、真面目に乗り越える。エレノアはそういうやつさ。うん、そうだよ。